どうもこんばんは。プロデューサーの村口です。いやー、盛り上がりましたね、祭りごと。ここまで長かったですね、結構ね。ここまで長かったですね。あ、お久しぶりでございます、村口でございます。イエーイイエーイ村口さて、ここからはですね、イクアイアム24時間配信恒例のしっちゃかめっちゃかなコーナーに参りたいと思います。題してですね、チュッパチャプス早明け選手権予選実はですね、あの去年の今の同じような時間帯にも24時間配信で日常動作王決定戦という幻の企画をやりましてですね、その企画の中のワンコーナーでチュッパチャプスありますね、これなんですけども、これをどれだけ早く開けられるかというそういうちょっとねコーナーやったところ、あのすごい王者が現れてしまったんですよ。女王がね現れてしまったんですよ。まあその方がね、あの定広ゆりえという方で、あの一度防衛戦を行いまして、あの先日ですね、野村かおる VS 定広ゆりえという選手あのと企画をやった時にチュッパチャプス早明けっていうのをコーナーに含めたんですけども、そこでも勝ちまして、しかもタイムが10秒よりも早いんですよ。このチュッパチャプスを10秒よりも早く開けられる女王がいるんですよ。なんですけども、ちょっと本日この会場に到着しておりません、そうなんですよ、絶対女王がこの会場にいないんですよ。なので本日はあの定広ゆりえ絶対女王を倒す素晴らしい挑戦者を決めるために、この深夜4時に予選をします。予選です。ルールは簡単、このチュッパチャプスを開けて舐めるだけ、それだけです。こんなに簡単なことがあろうか。いや、ないです。いやー、というわけでね、早速ね始めていきたいと思います。本日もね、たくさんのチュッパチャプスをですね、あのローソンから、ローソン仙台北目町通り店からですね調達いたしました。すぐそうです。ありがとうございます。あのね、あのチーフの方がね、あの対応していただきました。すごい良かったです。そうなんですよ、チーフの方が対応していただいて、最近あそこなんか常連扱い、そうなんですね、最近ね、なんかね常連になりますよね、あそこね。すごい外人さんとかすごいたくさんいたりとかいるんですけども、まあ、667円ですね、チュッパチャプスにかけてますので、今日なかなかいないですよ、667円チュッパチャプス買う男いないですよ、なかなか。なんで今日はチュッパチャプスたくさん用意してますんで、ぜひ皆さん早開けしてください。もちろんですね、開けたチュッパチャプスは舐められます。はい、ということで、まあここまでですね、ここまで4分というわけで、チュッパチャプス早開けの始まりだ。あ、これね、あの荒川アンダーザブリッジのドラマの始まり方と大体一緒です。というわけで、一番最初のね、挑戦者、ちょっとね、もう勝手に出てってください。誰かやりませんか？チュッパチャプスを早く開けたい男、いませんか？男限定です。チュッパチャプスを早く開けたい遊佐光彦はいないですかね。はい、いました。おー、遊佐光彦だ。遊佐光彦です。では遊佐光彦さん、自己紹介をどうぞ。はい、明日出勤見ろ、遊佐です。あと出勤がね、はい、あと5時間ぐらいに迫ってるわけですね。そうですね、もう5時間に迫っ4時間ぐらい4時間ぐらいですか。仕事が5時間半後。あー、出勤迫ってますね。出勤迫ってますよ。もうスーツに着替えてきたんですよ。はい、ずっといられるように。なんとですね、去年もですね、このチュッパチャップス早明けに挑戦しまして、はい、見事一番微妙なタイムを叩き出したのがこのゆうささんでございます。そうです。あの、なんとも形容がしがたいね。そうだね、40秒ぐらい、はい、早くもないし遅くもないっていう、うん、なんか最初開いた時には、はい、まあまあな時間じゃないかじゃないかなっていうのはあったんですけども、あの定広が早すぎた、早すぎた。あと、もっと言うと豊さんっていうもう一人のチャレンジャーが遅すぎた、遅すぎた。そう、あの人2分かかってましたから。そう、あの人2分かかってましたんで、そう、はい、うん、結構かかったよ、グラグラと。はい、というわけでですね、はい、今回ですね、遊佐光彦さんには、はい、あなたにね、ぴったりのチュッパチャプスを今年も用意いたしました。去年に引き続きましてですね、遊佐光彦さん、はい、こちらです。赤いチュッパチャプスといえば、そう、チェリー味を用意いたしました。今年もでございます。今年もね、いろいろとバレるからね。あなたがあのいろいろ別のステップに進んだら、僕は普通にブドウ味を出すんですけど、あの社会人になっても新しいステップに踏み出さないから、僕はチェリー味を用意するんですよ。そりゃ、まあ、さっきの少子化問題だからね。さっき話聞いてすごいね、心が痛かった。まあそうですね、まあ、仕方ないですね。というわけで、まあね、ちょっとセットをください。はい、はい、どういうふうに、はい、公式ルールではですね、あのここに触っても OK なんですけども、
ここ、とりあえず触ってても OK なんですけども、この状態でセットです。いいですか？あの、ちょっと、ちょっとね、どういうああ、それね、20秒までしか許されてないですよ。事前に見るのは20秒までしか許されてないんです。急いでくださいね。OK、OK、大丈夫です。いいですか、はい、というわけで、一番最初の第一の挑戦者、チュッパチャップス早開け選手権の、ね、第一の挑戦者は、遊佐光彦さんです。では、私が用意、スタートと言ったら始めです。はい、いきますよ。いきます。遊佐光彦さんの挑戦です。用意、スタート。お、早い。これは訓練を積んで、早い。すごい。これは過去最速が出たかもしれませんよ。では味はいかがですか。うまい。ああ。かっこいい。かっこいい。すごいですね。じゃあスーツに着替えてきたかい。なるほどね。すごい。すごいですね。あの去年よりもかなり早いんですけど、うん、秘訣は何ですかね。なんだろうね。いや、わかんないわ。わかんないですよね。たまたまよね。では、ただいまの記録を発表します。ただいまの記録、4秒16。まあ、あのこれで初めてチュッパチャップス早開け選手権を見た方は、この記録がどれだけ早いかってまだわかんないと思うんですけど、これからの挑戦者がね、まあ、どんな記録を叩き出すかということで、4秒16出ましたね。出ましたね。これ決勝進出ですか。いや、まだ分かりませんよ。もしかしたら、ね、決勝何時から。決勝はですね、ゴールデンタイムにやります。あ、ね、仕事かもしれない。なんと4秒16って記録せえやばいんじゃない。そうだね、うん、最悪ね。出られなかったら面白い。出られなかったらそれもまた面白いですけどね。幻の王者ですから。そうです。というわけで、このチェリー味をね、舐め尽くして、はい、はい、チェリーを舐めてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。遊佐光彦さんでした。ちょっとこれ驚きのタイム出ましたよ。あの、これから挑戦する人はちょっとびっくりしてるんじゃないですか。 4秒16、これ佐田博さんもなかなか出せないんですよ。佐田博さんが追い風3勝で出す記録ぐらいですよ。じゃあ次の挑戦者いきますか。あ、次の青木さんいきますか。次の牛乳味とかないの。あ、ないですね。ないです。はい、はい、こんばんは。こんばんは。はい。何してるんですか。はい。全然ダメでしたね、今。はい、じゃあ改めて自己紹介お願いします。はい、どうも、青木です。ですね、青木さんはですね、ちょっとね、ダンスが得意って聞いたんですけど、ちょっと今踊っていただけますか。いいよ、いいよ、いい、いい、見せていい。はい、もうちょっと引きがいいな、もうちょっと。あ、もうちょっと引きがいい。いくよ、はい、すごいな。はい、いや、バック大丈夫、このまま。そう、このままいけるらしいですよ。手拍子はいらない。あ、もう手拍子ちょっと欲しいですね。もう会場沸いて。待って、バラバラすぎる。バラバラすぎる。どれに乗ろうかな。じゃあ、まあ、もう見せてあげますよ。はい、あの、 If I am で話題の。これ見たかった感じ。これ見たかった感じ。青木さん実は4月9日の入学式のに潜入するっていうロケの時に、青木さんが、ね、サークルにね、そのダンスのサークルに所属していて、すごいかっこいいダンス撮ったんですけど、あの編集の都合上、青木さんがサイドステップをしてるところしか映んなかったんですよ。これしかしない。青木さんもすごい決めてたんですよ、かっこいい音楽のって。だけど、あの編集の都合上、サイドステップしか映ってなかったんですよ。非常に悪意のある、ね。悪意のあるね。俺はあれ見た後は、ほら、あげちゃう。しかもずっと見切れてたよ。見切れてた。もうあんまりね、悪意のある編集、なかなかない。ちょっとすごいなって思う。まあまあ、今日はね、あの、得意のサイドステップを存分に見せていただいたところなんで。もういいね。もういいですよ。じゃあですね、こちらはですね、コーラレモン味ですね。何それ。青木さんにぴったりなコーラレモン味です。チュッパチャップスとかもう数年ぶりだわ。あ、そうですか。それ見る時間20秒かよ。これ どうやって放送されてんの。これでもすごいですよね。なんか2002って書いてあるけど、これ大丈夫なの。まあ、やりますか。カモン、じゃあセットしてください。いいですか。セットいいですか。いいよ。あの、サイドステップしながら開けてもいいですよ。サイドステップしながら開けてもいいですからね、これ。サイドステップしながら、あの、やっぱ得意なことをやりながらね、開けていくっていう。いいですよ。じゃあセットしてください。はい、いきます。
じゃあ、青木さんの挑戦です。よーい、やめて。スタート。あれ、ゆささんがやっていた口のやり方をやったけど、全然開かない。これどういうこと？そう、チュッパチャップスの袋って何層にもなってるんですよ。だから1層目を開けたところで2層目、3層目が出てくる。俺今日詰め切っちゃったんだ。いやー、ええ、ちぎれましたね。え、なんかさ、ゴミ袋的なのない？ないです。これ、え、嘘マジで？いや、ここまでいったら、あ、え、あ、お、これはちょっと待って。ゴミ捨てています。今ゴミを捨てています。またちぎれた。これすげえな。なにこれ。チュッパチャップスってこんなんだったっけ。なんか外倒しても中のボスがいます的な。でも群馬にはね、チュッパチャップスないですからね。いや、ないんだよね。ベッコアメしかないから。いや、ベッコアメの方が多分すごいよ。多分すごい。みんなが想像してるベッコアメと全然違う感じがすると思うんだけど。そろそろ開けてくださいよ。大丈夫、あの空気で感じてた。ちょっとだれてるなみたいな。これさ、何歳？え、だ絶対さ、25歳とかそういう向きじゃないの。全然切れねえんだ。あ、入った、来ました。あー、もう拍手も起きないですね。はい、じゃあ感想どうでした。感想。やめていい。やめていい、大丈夫です、大丈夫です。はい、じゃあ記録ね、言いましょう。記録1分20秒24。あ、意外と早い、意外と早い。お帰りください。そのままお帰りください。もうチュッパチャップス二度と食わない。いやー、ひどい記録が出ましたね。俺頑張ったのに。1分20秒かかりましたからね。入っちゃいましたね。すごいですよこれ。本当、そう、競走馬だったら 1000m 走りますよこの時間。そうだね。競走馬だったら走りますよ。そのぐらいの時間をかけましたからね。ちょっとこれね、今暫定チャンピオンのゆささんのね、何倍もの時間をかけましたから、ちょっと次好記録が出ることを期待したいなと思うんですけども、じゃあ次の挑戦者いらっしゃいますか。次の挑戦者、女の子がいいな。さあ、次の野村香織は誰でしょうか。はい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 、はい、はい、こんばんは。どうもこんばんは。はい、自己紹介お願いします。野村香織です。よろしくお願いします。はい、イフアイアムのね、大女優ですからね。そう、サダヒロに勝ちましたからね。そうなんですよ、サダヒロさんには勝ったんですけど、実は、うん、7番対決っていうのをやった時にチュッパチャップス対決ではサダヒロさんに負けたんですよ。そうなんですよね。佐々木さん、記録何秒ですか。記録ね、大体ね、平均単位7秒ぐらいだけど。7秒、了解です。はい、超えたい。ゆささん4秒、すごい、すごいですよね。す、意気込みありますか。絶対負けねえ。やめえ、なんかその感じ。大丈夫ですよ、今日の野村香織さんはね、大丈夫です。また来んの。無理だよ、私面白い。もうやめよ。やめよ、やめよ。サイドステップは事故しかないから。やめよう。というわけで、野村香織さんにはですね、ラムネ味をこちらお願いします。はい、見ています。真剣です。わかりましたか。わかりました。はい、じゃあもう行きましょうか。はい、というわけで野村香織さん、チュッパチャップス早開け挑戦です。いきます、よーい、スタート。待って、何これ。私のだけなんか過剰に放送されてる気がする。そんなことないですよ。やばい、そんなことないですよ。これ野村香織さんはチュッパチャップス早開け自分でやりませんでしたからね、この間7番対決の時。服部君に渡しましたからね。あ、でも、おいいですね。美味しいですか。美味しいです。 ありがとうございます。ただいまの記録20秒77。いや、これね、ゆささん あのすごいベストタイムのせいで霞んでますけど、これかなりいい記録ですよ。あ、そうなんだ。そうですよ。やった、やりましたね。やった、でも、うん、
そうですね、ちょっとね、あのね、これね、悪い、あのね、あのユサさんのトップバッター2年連続なんですけど、ユサさん2年連続で微妙なタイム出してくるんですよ。1年目はもうコメントしづらいタイムで、2年目は早すぎるから、これからどんな奴らがやっても、うんってなるんですよ。すげえな。もうね、この企画殺しというか、そういうとこあるよ。そういうとこあるよ。そういうとこあるよ。反省します。はい、というわけで野村かおるさんでした。拍手。ありがとうございました。さて、4時17分です。このコーナーはですね、30分コーナーですので、もう残り時間がね、本当に少なくなってまいりました。あとね、2、3人ですね、ほぼ。ほぼ2、3人でございます。さて、じゃあ次の挑戦者いらっしゃいませんかね。次の。さて、次のドクターは誰かな。そうだね。はい、次のドクターさん、こんばんは。はい、ドクターでございます。はい、お願いします。東北大学経済研究科、博士後期課程1年の菊池亮と申します。よろしくお願いします。お願いします。いやついにこの日がやってまいりましたね。来たね。俺ね、こういう企画に出ると思わない。なかなか向いてない企画ですよね。向いてないし、俺ね、そんな面白くないんだよ。いやでもね、このチュッパチャップさんあやけは眠れる才能をね、いくつか発掘してきたんですよ。うん、特に佐々木のゆりえがあんなにチュッパチャップスを開けられる、ね、今、あの人プロフィールにチュッパチャップス早開けを特技として書いてますから。そうそうなんですよ。え、何それ、Facebook、Twitter？ いやもうね、プロフィールに書いてるんですよ。書いてるでしょ。あ、もうあれだね、履歴書とかに書けるね。そう、書けますよ。なので、ちょっと眠れる才能をですね、見出してほしいなと思うんですけども、はい、菊池さん、ドクター。ドクターですね。まあ、ドクターといえばドクターペッパー。ドクターペッパーといえばコーラということで、コーラ味を用意しました。あ、うん。大丈夫ですか？ドクターペッパー。ドクターペッパー、まあまあ、まあ、コーラ味です。じゃあ見てください。しっかり見てくださいね。いいですね。しっかり見ていますね。見ています。コーラです、はい。これがコーラ味でございます。コーラ味です。東京都の港区芝57。そうなんですよね。チュッパチャップスの本社は東京にあるんですね。港区にあるんですね。じゃあ行きますか。はい、では、菊池さんの挑戦です。よーい。スタート。え、音がしない。無音が続いております。これって何、何で繋がってるの。何で繋がってるの、お前は。ん、お前ここのところがどうなってるの。お前さ、これ最初繋げた時どうやって繋がったの。いや、ちょっと待ってくれ。ん、だってこれひねれば取れるんじゃないの、これ。え、ひねって、お前お前、何をしたんだ、お前は。会話だ。ん、会話をしてる。おお、これは新しい技ですよ。二度見。え、ここのところがさ、これだってさ、ここが揺れるってことは、あ、でもね、緩まってきた、これ。あ、いったか。あ、出ました。緩めで取るタイプですね。いろんなタイプがいるんですよ、チュッパチャップス開ける人は。ねじり取る人とか、剥がし取る人とか、一層ずついく人とか、かじり取る人とか、うん、この人は緩め取る人ですね。そう、やっぱりあの、これ綺麗に取りたいですよね。これすごく早く開けてください。あ、ここ切れちゃった。いやー、ドベ争いが今ね、激しいですよ。青木さんとのドベ争いが激しいですよ。あれ、ゴミ袋必要ですか。そうですね、遅い人に限ってね、汚いんですよ、泣き方がね。なんかね、綺麗にやろうと思ったのにね。ユサさん、ほんと綺麗でしたからね。これ、ここまで行くのね。なんか、いいから説明しといて。この後、この後行ったか。これさ、まだ取れてない。いいから、抜けよ、抜き取る。これ、もう行きました。おめでとうございます。分かってる、それ半だってことは分かってる。ただいまの記録、1分43秒28です。大体速い人の 800m ぐらいのタイプだね。そうですよ。競走馬だったら芝で 1800m 走ってますからね。あ、人間と 1000m ぐらい差がついた感じ。そうなんですよ、すごい走ってますよ。ありがとうございました。はい。1分超えるとそれやるみたいな。いやーねー、これで菊池さんがね、最下位になりましたよ、これで。いやでもね、ちょっとね、1分20秒って記録が出た時にちょっと青木さん最下位かなと思ったんですけども、まさかね、まさかまさかの菊池さんのこの遅さね。だって100秒ですよ。かかりすぎですよね。
でチュッパチャップスって舐めるのもすごい時間かかるじゃないですか。この人なんか何分チュッパチャップスとなんか戯れてるんだって話ですよ。しかもずっと喋ってましたからね。気持ち悪いよ。さて残るところね、本当に時間少なくなってまいりました。続いての挑戦者はどんな方でしょうね。いやー、さてどんな挑戦者がいますでしょうか。お、これはなんだ、トミーさんがもしかしてチュッパチャップスを開ける。あー、行きますよ。いきますか。来てください、ぜひ。あのね、ずっとね半袖だったから爪が青いんですよ。はい、あの手が震えてるんです。じゃあ自己紹介お願いします。はい、東北学院大学経済学部経済学科4年の富田理恵子です。はい、はい、現在モザイクアートに挑戦中ということです。あ、そうなんです。そうなんですよね。そうやってますよ。このイクアムの24時間配信の中でモザイクアートを完成させようということで来場者の方にも絵を描いてもらうんですけども、はい、実際にこの貼り付けていくのがトミーさんなので全体式ということでやってます。今ガリガリ描いてますね。ガリガリ描いてるんですけど皆さんの協力が必要です。そうですね。というわけで、はい、今ですねユーストリームで生で見ている方もしいらっしゃったらですね、まあ、描いてください。ね、ぜひね、このごくりに来たらですね、書けますんで、ぜひトミーさんに協力よろしくお願いします。何枚でもいいので、とりあえず書いてください。ありがとうございます。お願いします。ちょうど菊池くんが上げてるぐらいで、500名、合計視聴者数500名。おー、いいですね。いいペースですね。やったー、はい。ありがとうございます。いやー、今日24時間配信ね、これからもどんどん続いてますので、ぜひですね、楽しんでください。はい。このトミーさんの服装を見て、誰か何か思いません？なんだ、ちょっとね、まあね、ちょっと違うんですけど黒とこの色、なんかに似てるんですよね。なんだ、まあ、なんかに似てる。あ、なんだ、あ、プリンだ。というわけで、プリン味を用意しました。これね、びっくりですよ、原産国スペインですからね。よっしゃ。というわけで、プリン味を用意しました。こちらです。はい、このタイプですよ。では見てください、見てください、しっかりと見てください。これがね、最後の挑戦者になりますから、今の最高記録が遊佐光彦さんの4秒16です。待って待って待って、このタイプ、4秒16を超えてください、ぜひ。はい、では行きますか。いいですか。はい、ではトミーさんの挑戦です。よーい、スタート。さあ、トミーさんが今、プリン味のチュッパチャプスを開けております。あ、福島から参りました。今日はですね、おー、いたー、早い。あー、4秒だよ。いやー、ただいまの記録12秒34。早いですよ、でもこれね、すごい早いですし、もしかしたら優勝するぐらいのタイムなんですよ。そうなんですけども、遊佐光彦のせいで全然すごさが伝わらないんですよ。早かった。いや、早かったです。しかも、1、2、3、4。おぉ、見てください、これすごい綺麗な数字。やった。もうこれ、優勝でいいですよ。もう優勝でいいぐらいいいタイムが出ましたよ。やったね。やっぱスペインだから違うんだよ。違いますね。というわけで、チュッパチョップス早け12秒34という好記録を出しましたトミーさんでした。はい、ありがとうございます。ライブペイントというか、はい、モザイクアート頑張ってください。お願いします。はい、ありがとうございました。というわけでね、今回のチュッパチャップス早明けはですね、5人の方に挑戦していただきました。では優勝者を発表したいと思います。お、誰だ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 、優勝者は、ダン。なんでだよ。やるならやってくれ。優勝者はですね、なんと予選4秒16のタイムを叩き出した遊佐光彦さんです。 おめでとうございます。いやー、では改めて予選優勝者から一言お願いします。いや、なんとかね、仕事が入らない方向で進んでいければなと。決勝出たいんで。決勝出たいですか。出たいんでね。あ、もうチュパチョスも結構ちっちゃくなってますね。ちっちゃいですね。結構舐めました。じゃあ早く頑張って舐めてください。はい、最後噛まないようにね、あの棒をね、ガリッてする人僕嫌いなんで。本当にしちゃうタイプ。しちゃうタイプ。舐め終わったらすぐね、捨ててくださいね。よろしくお願いします。はい、というわけで、チュッパチャップス早明け選手権、これにて終了でございます。参加してくれたね、5人の挑戦者、勇敢な挑戦者、本当にありがとうございました。そしてですね、この
貞広ゆりえという絶対女王に挑戦するのは誰なのか、そしてチュッパチャップス早明け選手権決勝戦で優勝するのは誰なのか、はい、ぜひねこれからのユーファイブのチュッパチャップスとの癒着にもぜひね注目をしていただけたらなと思います。まあ何も協賛もらってませんけどあの非公認ですというわけでチュッパチャップス早明け選手権でした。ありがとうございました。これありがとうございました。次の企画はなんとですね、現地関西から中継をつなぎまして、どこですか関西？関西はですね、あのまあそこら辺です関西から中継をつなぎまして、関西映画祭という素敵な映画祭を行いますので、ぜひですね楽しみにしてください。なんとですね、あの女優さん野村香織が初 MC を務める企画でございますので、こちらもぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。というわけでですね、しばしちょっとお時間をいただきまして転換をやりますので、まあ、4時31分頃から関西映画祭始めますので、ぜひよろしくお願いします。チューパーチャップス早く選手権でした。さよなら。優勝者です。